でもね、ちょっとあまりにびっくりですよ。すごく嬉しいんですよ。でもちょっと、あまりに突然ですよ。突然。もう実はね、隔離用水槽の水草とか水とか、庭に置いてあって準備してあります。ミジンコと一緒に育ててますんで、こうなった時には材料っていうのは隔離用水槽に入れる、水、それから水草、すぐね準備できますんで、網でねすくって、そーっとね綿棒で卵を取り隔離用水槽に入れると、調べもしましたし準備も実は万端ですが、ちょっとあまりに突然ですよね。まさかねこの、12月のね中旬にね、卵をつけるとは思いませんでしたので、ちょっとびっくりです。はい、ではね、今から親メダカの方をすくって卵を綿棒で取り出します。親メダカこいつだ。金魚すくい状態ですね。こいつもう一発で仕留めるよ。こいつなんだよ。よし、頼む。よし、入った。どうしよう。まず綿棒を浸して、もうね卵はね落ちましたね。ここの中に、網の中にね、網の中に今卵が落ちてます。ということでこの親メダカも卵はお腹についてないかな。おそらくついてないのでこのまま放流します。出た。よし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 。はい、ではですね、今親メダカから卵をこの中にね、本当は綿棒にくっつくとよかったんだけど、見えますかね、1個2個3個、おそらくこれが卵、親メダカについてた卵なので、こちらのね隔離用水槽にこの卵を入れます。この水草に、あ、これ2個ついてる。綿棒に結構しっかりついてたので、もう綿棒をそのままね中に入れました。網に残ってないかどうかね、ライト当ててチェックしてます。ライトオン。はい、ではね卵を隔離しました。全部で3つあると思われます。はい、では1つ目ちょっと刺してください。ここに2つですね。その下に2個、2つ、このモニ、あ、綿棒の真ん中あたりのモニ2つくっついてます。はい、もう一つはこっち側の綿棒、あそこね、はい、綿棒の先端部分に1個ですか。はい、はい、1個、合計3個ね、卵があると思われます。はい、昨日12月17日産卵しました。今日18日翌日です。またですね、卵をつけているメダカを見つけました。この子です。2個ぐらいついてますね。昨日隔離した卵は、3つ。怪しいのが1つなので、もしかしたら4つかもしれませんけど、ついてる卵はね、3つでした。今日はね、この子を見る限り今のところ2個ぐらいしかついてないですね。ということでね、また昨日と同じように、卵をね取り出して別の水槽に入れたいと思います。もしかしたらね、もうすでに水草についてたりするかもしれませんので、そのあたりもチェックして、あればね取り出して隔離します。はい、1つ卵を回収しました。なので、合計ね確認できている卵で4つになります。その他ね、卵じゃないかっていうのも中に入れましたんで、4つ以上ということでね、今のところ確認できているのは4つになります。あとはね、本水槽の中の水草とか砂の上、石の下とかにね隠れてる卵があるかもしれませんので、現在確認できているのはこちらに移した4つだけになります。なおね、綿密に水槽の中調べてね、
見つかればすぐ回収したいと思います。はい、今日も卵をつけました。これで3日連続卵をつけてます。ということでね、また同じように網ですくって卵をね取り、別のね隔離用の水槽に卵を移したいと思います。うまい。よし、これは間違いない。見えますかね。見えないね、ちっちゃいから。よし、まあ、せっかくだから。よし、まあ水草の上にでもちょこんと乗せるか、これ。はい、なおね、この綿棒とかこの網についてないかどうかもう一回最終チェックをかけて、あとこの本水槽の中の水草とか砂の上にね落ちてるかどうかも入念にチェックをしてね、あればねすぐ取り出して、隔離します。はい、はい、ということで今日3個入れましたんで、おそらくね 3+3+1、合計7個この中にあると思います。実はね7個って言っても7個以上なんかもうちょっともう入ってる可能性はあるんですけど、一応確認できてるのはね7個です。あ、ここにぶら下がってんの、これ2個ぶら下がってんのね、これね。うん、あそこに1つ、ちょうどど真ん中あたりね、あとここの先端にも、綿棒ね、綿棒の先端にも1つついてるのと、あとここのジャングルの中にもねなんかありそうですけどね。はい、3日連続で卵を産みましたが、今日はですね卵をつけてないです。なのでねこれで一段落したのかなと思いますが、どうなんでしょうかね。今後も様子をしっかり見ていきたいと思います。今後どのようにね、状況が変わっていくのか観察していきますので、また動画で紹介したいと思います。ではご視聴ありがとうございました。さようなら。